1910年頃の地図1924年の1、戦体麦って、二重かすりがある。フランス領ウバンギシャリは、フランスが1903年から1958年まで、中央アフリカに領有していた、植民地。半分以上の期間は、フランス領赤道アフリカの一部だった。ウバンギ川とシャリ川周辺に存在した。1889年。 ウバンギ側の高校拠点として、バンギ事務局が設置された。1891年12月9日、フランス領コンゴ内に上ウバンギが設置された。1892年、ベルギー王の資料地である、コンゴ自由国のウバンギボム州との境界が北緯4度線に設定されたが、領土問題が発生した。1894年7月13日、 ウェウバンギが独立した植民地になった。1895年、コンゴ自由国との領土問題が解決した。1899年、ウェウバンギがフランス領コンゴに併合された。1900年9月5日、ウェシャリが設置された。ウェウバンギスルタン国会社が、ウェウバンギの14万平方キロメートル以上の領域で、コンセッション方式で独占商業権を獲得した。 1903年12月29日、ウェーブバンギとウェシャリを合わせて、ウワンギシャリとし、フランス領コンゴから分離した。1906年2月11日、チャド湖周辺の植民地を合併し、ウワンギシャリチャドとなった。1909年、ベルギー領コンゴからゼミをスルタン国とラファイ、スルタン国を獲得した。1910年1月15日、 フランス領コンゴとガボンと合併し、フランス領赤道アフリカとなった。1916年4月12日、上ギシャリチャドとして分離した。1920年、チャド湖周辺を創出した。1934年6月30日、フランス領赤道アフリカに再合併した。1937年12月31日、フランスの海外圏。 海外領土として宣言された。1940年6月16日から8月29日、bc 政権に従った。その後自由フランスに占領された。1958年12月1日、中央アフリカ共和国に改名し、自治権を獲得した。1960年8月13日、名前はそのままで独立した。ありがとうございます。